はい、じゃあ今紹介してるのがね、男島というところなんですけども、上の方に半導島とかね、ろうそく岩みたいなちょっと変わった名前のがありますけども、これ何なんでしょうね。これ私の調べたところによると、これ福岡県の大和田安奥なんて、そういうなんか変わった土地にあるんですけども、これがね、石油の備蓄倉庫らしいんですよ。日本の石油の消費量の10日分くらいをここに搭載してるらしいんですけども、本当どうなのか分かりません。一般人は立ち入り禁止です。位置関係はこんな感じになってますね、立ち入りは普通の人はできません。ここですね、はい、まあ、こういう変わったね、立ち入り禁止の島みたいなのが日本にもあるんですね。はい、次もちょっと変わった島になりますね。沖ノ島って言って、福岡県の創造市っていうんですかね、何と読むのか分かりませんけども、大島というふうな住所ですね。沖ノ島はどういうふうに変わっているのかと言いますと、ここはですね、上陸が日本海戦線、日本海海戦を記念した5月27日、この日だけしか入れないんですよ。しかも抽選で選ばれた200人の男性だけしかこの島には、まあ、上陸できないということで、女人禁制の島になっています。位置関係はこんなところですね。わあ、すごいところにありますね。もう韓国の方が近いかもしれないですね。はい、こちらにございます。ここもね、なんかいわくつきの島だなと思いますけども、どうも島全体が御神体になってるみたいなんで、神様がこの島全体にいるというね、そんな形らしいです。だからここのね、港湾工事をした方っていうのは抽選で選ばれたわけではないと思いますんで、なんか不気味なものを感じますけどもね。はい、じゃあ3つ目のちょっと変わった品は、イリスナ島っていうね、こうチュラさんっていうドラマに出てきたらしいんですけども、皆さんご存知ですかね。沖縄のどっかにある島尻郡、なんか読み方が分かんないです、すいません。まあこの辺にあります。位置関係はここですね。どうやって行くんですよね、このとこね。沖縄からもちょっと離れてますね。で、これがどんな島なのかと言いますと、なんかサンゴ礁に囲まれた島なのかな。で、米軍の射撃場になっていて、まあ、立ち入り禁止だというらしいんですけども、詳しくは分かりません。戦闘機とかヘリの地上攻撃訓練などが行われているという、まあ、噂はあるんですけども、私もはっきり分かんないんですよね。ただまあまあ、入場は禁止になってますので、まあ、一般人は行くことができません。隣の島はね、4キロぐらいしか離れてないんですけども、まあ、演習の時には機銃掃射の音が聞こえたり、爆発の閃光が見えるということでございます。2012年にイリスナ島での日米合同の訓練が計画されたんですけども、実施は見送られたという、これもね、いわくつきの立ち入り禁止の島になってます。今回は以上ですかね。